はい、昨日本県では初となります新型コロナウイルスの変異株による感染事例が確認されました。まず変異株の確認の手順についてですけれども、陽性が判明した患者に対しまして、まず環境保健センターにおきまして変異株の PCR 検査を実施をいたします。でそこで変異株による感染がどうかを確認をする、こちらのちょっと真ん中のところですね、こうした確認を環境保健センターで行います。でそこで、検査によりまして変異株であることが確認された場合には、この右の方ですが国立感染症研究所に、検体を送付しまして、ゲノム解析によって、タイプの特定等の詳細な分析を行うことになっています。今真ん中のところがで確認されたということで、この国立感染症研究所の方に検体を送付しているところでございますので、また後日ですね、このより詳細な結果が判明をしますので改めてご報告をさせていただきたいと思います。でこの度の事案についてですが、これまでの保健所の調査によりますと、発症の直前に関西方面に旅行に行かれていることから現地で感染した可能性が高いものと考えています。また濃厚接触者等に対しましては全員に PCR 検査を実施しましたところ、すべて陰性でありました。そういったことで現時点においてタイへの感染拡大の懸念はない状況です。この変異株につきましては国内でも感染が急速に拡大をしております。39都道府県で1128人の感染確認されているという報道もございます。厚生労働省におきましては変異株は従来のウイルスよりも総じて感染力が増していると、そういう懸念があるとされておりまして、変異株への対応を徹底していく必要があります。このため変異株に対する監視体制の強化をしていく必要があります。これをしっかりと行っていきたいと思いますが、3つございます。まず変異株についてのスクリーニング検査、陽性確認された場合にそれが変異株かどうかという検査につきましては、国の基準では 40%、これは緊急事態宣言が解除される前は 5% から 10% というのを 40% に引き上げたわけでありますけれども、本県においてはこれ 100%、県内で陽性確認された場合には 100% 変異株かどうかの検査を行います。そして、さらに接触者について広く検査をする、しっかりとですね、濃厚接触者に限らずに、広く調査をして、検査をしていくということを行っていきます。それから陽性者の感染管理の徹底ということで、これは入院についても、しっかりと個室にするですとか、あるいは退院するときにもしっかりと検査を厳格に行って退院していいかどうかというところを確認をするということを行って、感染管理を徹底をしていくことといたします。ということで、この変異株についてですね、まずこの県内で発生したものについては漏らさず 100% 把握をするということ、それからそこからの広がりはですね、確実に抑えていく、この2点をしっかりと行っていきます。それから県民の皆さんにお願いでございますが、全国的にこうした変異株による感染のが増えておりますが、変異株だったとしても感染対策はこれまでと同じであります。3密の回避、そしてマスクの着用、手洗いの徹底、そして感染リスクが高まる5つの場面に注意する、そうしたことが重要でありますので、引き続き基本的な感染予防策の徹底につきましてよろしくお願いいたします。またこれまでもお願いしているとおり、感染が拡大している地域へ移動される際には3密の回避などの山口県、3密の回避など山口県にいるとき以上に意識を一層強く持って行動していただきますようによろしくお願いいたします。なおこれも重ねてのお願いですが、感染者また感染の疑いのある方等への誹謗中傷、これはあってはならないものです。絶対にやめていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。次に感染防止対策の集中実施についてです。本県における現在の感染状況ですが、1ヶ月以上にあたりまして1日あたりの新規感染者数が1桁台で推移をしております。
そうしたことで落ち着いている状況にありますが、全国的には感染が拡大傾向になってきております。変異株等の状況を踏まえますと、感染拡大に予断を許さない状況が続いています。今後本県における感染の再拡大を防いでいくために、感染状況が落ち着いているこの時期を捉えて、感染防止対策のさらなる徹底を図ることといたしました。具体的には本県におきましては、1月から2月にかけて高齢者施設、また医療機関において大規模なクラスター等が発生をしました。1日あたりで最多で88人もの新規感染者数が確認もされましたが、そうした経験も踏まえまして、高齢者施設等での感染防止対策の徹底、このことに4月から6月までの3ヶ月間集中的に取り組むことといたします。まず未然防止対策として、施設等でクラスターが発生しないように、感染管理の専門家である認定看護師等を講師といたしまして、高齢者施設の職員に対して感染対策資質向上研修を実施をし、また希望に応じて施設に対する個別実地指導を行い、施設内感染防止対策の強化を図ってまいります。それがこの青い上の方ですね。それから下の方でありますけれども、高齢者施設における感染拡大防止を図る観点から、県内の高齢者施設等の従事者を対象として PCR 等検査を実施することといたします。具体的にはクラスターが発生するなど、これまで感染が拡大した地域を重点とし、介護保健施設や障害者施設等の従事者に対して症状の有無にかかわらず一斉 PCR 検査を実施して、感染の未然防止、そして早期発見に努めてまいります。県といたしましては、こうした取り組み強化によって再度の感染拡大を防ぎ、県民の皆様の命と健康を守ることを第一に、感染防止対策の徹底に全力で取り組んでまいります。私からは以上です。それでは六丸岡さんは挙手をお願いいたします。これは変異株とは別にですね、もともと準備をしていたものです。今言ったように、この4月から6月の期間、まだ高齢者の優先接種も始まっていきますけど、それがまだ終わりきらない状況ですので、特にこれまでの感染してクラスターも発生してですね、感染が拡大しました高齢者施設が特にリスクが高いと思っていますので、そこにおいての感染が拡大しないように、しっかりとこの期間に対策をしていきたいということです。今回の変異ウイルスの確認についてなんですけれども、今回の検査で周辺接触者について調べたところに出たということもありますけれども、この感染力が他の種類高い変異ウイルス、この感染拡大の県内でのリスクですね、これについてはどのようにお考えですか。一部の地域に限られてですね、これまで変異株が確認されてましたけれども、このところ急速に他のエリアにも拡大をしております。すでに報道をベースで、厚労省の発表というのは1週間に1回しか更新されないようですので、各県で発表しているものですとか、報道でですね、されているところで言いますと、すでに39のですね、県等で確認をされているということでありますので、これ急速に全国に広がっている状況にあると思いますし、そうした中で本県においても今回初確認がされたということでございます。これはこの変異株が持っているその感染力の強さというのは、今国の方でも詳細に確認をしているところでありますけれども、専門家等の意見でもですね、感染力が強いということが懸念をされていますので、この変異株についてのまず県内で変異株の県内での確認、これはしっかりとですね、 100% 漏らさず確認をする必要がありますから、これは今言いましたように、国の基準では陽性が分かった人の 40% は確認してほしい、そうした変異株かどうかのチェックをしてほしいということでありますけれども、本県においてはすべて 100% 漏らさず把握をしてまいります。
それともう一つはその感染力が非常に強いということですから、これが広がらないようにしっかりと抑えていく必要がありますので、まあ、ここを確実に抑えていく、そのためにはまず接触者の調査についてもですね、従来よりもより広く徹底してですね、確実に漏らさずそれも把握をしていく、変異株の拡大をですね、してないかどうかということをしっかりと広く確認をすることを行っていきますし、また実際に感染確認された方の入院に対しても、まあ、陽性者についてはですね、個室もあればその陽性者同士が同じ部屋にいるということで その入院というケースもありますけれども、この陽性変異株の陽性者についてはすべて個室でですね、しっかりとそこから広がらないようにということで、その感染拡大しないような管理を徹底していきますし、また退院もですね、これは入院されてからまあ10日間経てばですね、基本的には退院していいということになって、もちろん症状がなければですね、退院していいということになっているわけですけれども、まあ、その際にもその10日を経過した後、PCR 検査を確実に、まあ、これも2回行うということで、確実に、ウイルスがもう消えているという状態ですね、まあ、そうしたことを確認した上で退院をしてもらうと、まあ、そうした退院の管理も徹底に厳格化して行っていくということを行うことによって、県内でまず、繰り返しになりますけれども、変異株については 100% 漏らさず確認をするということ、それからそこからの広がりというのを確実に抑えるということをですね、厳格に行っていきたいと思います。変異株が確認ということで、まあ何も思われる県民の方もいらっしゃるかもしれませんが、まあ、従来の新型コロナウイルスと、まあ、比較した上でしっかり県民の皆さんにどういうふうに行動を受け止めてもらえればというところで、そうですね、まず、まあ、県内で初確認でありますから、まあ、県内でですね、広がっているという状況にはないというふうに考えておりますけれども、特にその、大都市部中心にですね、変異株の確認が多数あるところもあります。県外でそうした地域に行かれる際にはこれまで以上にですね、感染を自らがしないような対策の徹底、このことに改めてしっかりと心がけていただきたいと思いますし、またただ対策というのはですね、変異株だからといって特別対策が変わるわけではありません。まあ、3密の回避ですとか、手洗いの徹底ですとか、あるいはその感染リスクが高い5つの場所を避けるですとか、まあ、そうしたことが対策としては同じことが基本になりますので、まあ、このことについては意識をしていただければと思います。ありがとうございました。よろしいでしょうか。大丈夫でしたら以上で終了いたします。